えー、今日の話は、面倒だからしようという,う、ノートルダム精神学園園長の理事長、まあ、もう亡くなりましたけれども、えー、渡辺和子先生の本の中から、笑顔を大切にという話です。現在、ダイオクシンによる健康被害が叫ばれ、車の、えー、排気ガスを少なくし、ゴミの分別を丁寧にして、環境浄化に心を砕いています。 私は不機嫌は立派な環境破壊だと思うのです不機嫌な顔つき相手を傷つける言葉冷たい態度無視といった大欲 x 心を家庭で職場で通勤途中などでまき、あ、散らしてはいないでしょうか特に家庭で配偶者や子どもたちに平気で浴びせてはいないでしょうか恐ろしい顔つきの平和主義者は本物ではないといった人もいます。心に平和を保ち 笑顔を大切にしたいものです嫌なこと腹の立つこと愚痴りたいこともいっぱいあり言い返したいこと仕返したいことそれも倍返してでもありますそんな時に幼い時から母に繰り返し言われたことあなたの大きさはあなたのののの大大ききささはああなななたた心をすすもでよには他人の生活まで暗くする権利はありませんが心によみがえってきて自分を冷静に 正しくしてしし正くくててれますいじめが後を絶ちません今子どもたちの心を蝕んでいるもの、うん、それは案外測定できない大気中の大憶心私たちが口から出している心ない言葉表情態度なのかもしれません笑顔の多い家庭には必ず相互の許し合い思いやりの言葉があります許すこと微笑み交わし会うことを惜しまないようにしましょう 一生ののののの終わりに残るもももははがが集めたたででななくて我々が与えたものなのですから恐ろしい顔つきの平和主義者は本物ではないのと同じように恐ろしい顔つきの教育者も政治家も経営者もスポーツの監督も評論家も本物ではありませんなぜなら本物の人格者は皆笑顔が素敵だからです人間の最大の罪は不機嫌であると言ったのはドイツの詩人ゲーテです 恐ろしい顔つきの人はみんな不機嫌です我々はこの世を去った時残せるものは人に与えたものだけあの世に行く時自分が得たものは物においても思い出も記憶も知識もすべてなくなってしまいますしかし人に与えた思い出は残ります人に与えたものが不機嫌な顔つき相手を傷つけることは冷たい態度無視なのかそれとも笑顔優しくて思いやりのある言葉温かな態度 相手を尊重し認めることなのかどちらもどんな時も笑顔を大切にして生きる人でありたい